関口宏の人生の金言。11月3日放送のゲスト、元プロ野球選手金田正一さんの金言とは。それで400勝、少ないね。あの400勝もね、まあ、本人少ないと思う。あれ強いチームにいたら600勝ぐらいできてたじゃない。また油断して、あと金持ちのチームの選手みたいにバーンって穴開いて終わるでしょ。貧乏とか金持ちのチームじゃなくて、自分がやるんだという目標を立てたものは、やり遂げるのが男の仕事、うん、まあ、そう。今の野球選手はこういう人が出てこなきゃいかんですね。今でもなんかそういうことはなさってらっしゃる。やりますよ。どういうことするんですか。朝から起きて、布団の上ではもう30分、布団の上で30分以上、30分以上何するんですか。準備運動ですよ。どういう、一日過ごすための365日朝起きたら寝たまま、いろいろ自分の工夫した体操の仕方が、足を動かすんですか。足も動かし、肩も動かし、頭もみんな動かして、肩胸も反って、へえ、床の中で朝30分ぐらいやる。前もそれは続けることにやはり良さがあるよね。やるの、それをやらない限り起きない、うんうん、辛いよ、真似でき、いや、できないよ、やったら私なんか絶対できません。私は今この年代になってもやり続けてる。365日1日になると欠かした、欠かさない。あ、そう、自分に対する思いやりでしょ、うん、いていていて、あ、でていて、うん、こんなんでやったらつまんないでしょ、うん、ってガンガンガーッと動いてね、やらないと。そこだ。それでも、うん、一人きりになった時がいてていてというあるんだ。あるよ、それはありますよ言われてくるのあるよ、体を大事にするというのはね、うん、やっぱりこれは母親の注意だよね。お母さん、プロ野球入る時とにかく面白い言葉、これは生涯忘れちゃいかんけど、今でもそれを守り続けてるけど、とにかく給料をもらっても貯金するなって、だから名言だよね。貯金するな、お母さんが言った。なんで。食べちまえ。食べちまえ。ああ、まず食べることが第一条件だ。ほうほう、仕事するためには。ほうほう、みんな貯金貯金貯金で自分の体を食い潰していく人いっぱいだけど、うん、野球でもそう。貯金して貯金しても終わった時は二足三本でちっちゃい、いなくなるんだから。そう、いなくなる人多いがね、この野球選手でも何でも。だから体いい仕事をきちっとしろという意味ですよ。体に金をかけて、うん、しっかりした仕事をせえっていう意味。そういう意味です。そうですよ。いまだに親のその時の言われたことをいまだに守り続けています。へえ。自分がやるんだという目標を立てたものはやり遂げるのが男の仕事。続けることに良さがあるよね。自分に対する思いやりでしょ。とにかく給料をもらっても貯金するなって、食べちまえ。体に金をかけてしっかりした仕事をせえっていう意味。